ちゃんコーナーをやってみよう。なおコーナー始まりよ。パパパパパパ。Let's go, ladies. よいよいよ。あもう前回なんか負けたよね。負けた。前回負けましたね、ダンボールので。あ、ダンボール。はい。延々やっちゃったダンボール。それでは早速今回の企画を発表します。うん、大竹さん、こちらの布をめくってください。わかりました。オーケー。めくりなさいよ。さあ、ポン。ゆるキャラクイズ in C。ということで今回は海をモチーフにしたゆるキャラの名前当てクイズ対決。語呂合わせが多いゆるキャラの名前を先に3つ正解したチームの勝利となります。果たして勝つのはどっち？それでは早速第1問。最初の問題はこちらです。はい、こちらです。いきましょう。はい、こちらのゆるキャラの名前を早押しでお答えください。1問目は岩手県のご当地ゆるキャラ。天のようにも見えるけどどうかな。はい、はい、天ちゃん。違います。お、びっくりした。正解したのかと思った。はい、はい、もぐりちゃん。違います。違います。書いてあるよね。確かに。なんである。あれ、なんで書いてある。なんで書いてあるの。北洋。北限。天さんなんだろうね。はい。はい。ニーナちゃん。違います。はい、その関係なさそうです、ね。ヒントは、岩手県。え？岩手県のゆるキャラです。岩手県の。はい。岩ちゃん、岩ちゃん。違います。はい。海の素潜りをしています。うん、はい。海。素潜ちゃん。いいよ。違います。違います、ね。しかも素潜っちゃんじゃないの。うん、あー、そうですね。じゃあヒント。お、ニーユーリートーちゃん。違う。あ、じゃあちょっと分かりやすいヒント。はい、いいですよ。ニーナちゃん。違います。違います。はい、4文字です。はい、カズノコちゃん。4文字だっつう。カズモコちゃん。ウニがウニだっつうのにカズノコだっつう。なんとかちゃんのちゃんとかつくんですか。ちゃんはつかないですね。はい、え、全然わかんねえよ。はい、ウニ。違います。違います。天と海をかけてる？アマシーちゃん。違います。違います。どうした？はい、アマミーちゃん。違います。違います。でもあの、アマは合っていますね。アマ、アマ入ってます。アマ入ってます、4文字の中に。アマかい。違います。はい、アマかい。違います。違います。なんで同じのばっかり言うんだろうな。はい、アマなんとかですね。アマなんとかのね。はい、海市。あ、アマなんとかっつってんだ。なんで海市。はい、アマ、アマ一つ空いて、最後がんで終わります。はい、アマドン。違います。アマタン。違います。違います。アママン。違います。アマリン。正解。おい、マリンが入ってんじゃねえか。マリンだ。マリンだ。マリンが入ってたじゃねえか。マリンのリン。マリンのリンだ。ではこちらお願いします。アマリンです。嬉しい。はい、こちらアマリン、名前の由来はですね、一般公募で、はい、アマで女の子だからリンとつけたということで、うん、マリンも関わってんじゃないのかな。まあ、そうですね、海なので、ね、はい、すごい、やったという感じで、ミスマネちゃんチームに1ポイントでーす。まあまあ、これはこれはね、すごいね。しょうがないというか ね。続いて第2問。それでは続きまして第2問目です。はい、第2問目の問題はこちらです。はい、行きましょう。またなんか雑な、雑なというか、はい、雑だね、フラッシーみたいな。
2問目は大分県のご当地ゆるキャラ、どんな名前に見えるかな。ゆるキャラね、はい、はい、トラフグちゃん。お、違います。違います。大分県、はい、メロンちゃん。違います。大分県は皆さん、大分県、ね、大分県って何が分かった。はい、カボスケ。あ、違います。違います。欲しい。カボスケ。スダッチ。違います。ヒント1はこちら、男の子です。はい、うん、ヒント2は、日本人っぽい名前です。日本人っぽい、日本人っぽいね、うん、はい、山川くん。違います。山もあるし川もあるからね。カボ川くん。違います。カボ川くん。YEG、 YEG。 日本人っぽい名前です。このキャラは家が。ヒント3、ヒント3、ヒント3いきます。はい、家族構成が、はい、カボスの父と、やっぱりそうだ、フグの母との3人家族です。はい、フグ、カボスとフグ、はい、フグカボさん。違います。違います。フグカボコウジ。違います。違います。はい、フグタカボス。違います。惜しいの。惜しいんだ。惜しいです。惜しいです。惜しいです。カボフグを。違います。違います。さっき惜しいって、なんで離れたんだ。じゃあカボスフグタ。違います。違います。でも、はい、惜しい。惜しいの。苗字と名前があるの。そうです。はい、苗字と名前があります。はい、このゆるキャラの名前自体が。はい、はい、カボスが合ってたんだな。フグ、ある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 よ。フグ食べぞ。フグ食べぞ。違います。フグ食べぞ。フグ食べぞ。はい、三島さん。フグたカボスケ。違います。カボスケ俺言ったもんだって最初に。惜しい。惜しいね。ホテルに。もうちょっと。フグたカボゾ。違います。違います。止まってください。はい、フルタアツヤ。違います。はい、フグた合ってるかどうかも教えて。フグタはですね、合ってないですね。あ、違うよ。だってサザエさんになっちゃうもんな。あの苗字は父親ですね。父ね。父親って、はい、先ほど言いました、カボスの父とフグの母との、息子ということで、はい、はい、カボタフグを。あ、違います。惜しい。違います。え、惜しいの。カボタフグゾウ。惜しい。惜しい。カボタフグゾウ。すげえ。カボタフグゾウ。カボタフグスケ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 。同じこと言おうとしてましたから。いや、言って。カボタフグスケ。カボタフグスケ。カボタフグスケ。言って。カボタフグスケ。カボタフグスケ。じゃあだってこっちがピンってやってたのに勝手に言ったんだよ。じゃあこっちは今カモタフグスケ。いや、違う。カモタフグスケですよ。こっちはカボタ、カボタフグスケ。カモタフグスケでしょ。いや、カモタ。遅いもん、遅いもんだって。押してたから。いや、先に押してたから。押して大竹さんがカボタフグスケって言ってたもん。言ってんな。はい、こちら正解はカボタフグスケ。やったー。カボタフグスケ。はい、なかなかずるいですね。いや、言ってたもん。あれ言うっていうゲーム。私たちは鳴らしてから答えるんじゃないですか。そうだ、俺も鳴らしてた。鳴らしてなかった。三連続で鳴らしてたんだから。はい、こうやってちっちゃい声で、もう3回言うよって言ってたもん。そう、言えないですよ。ですね、カボタフグスケの由来はですね、はい、大分県が日本でカボスの生産量が1位ということで、うんうん、あとフグも結構取れるということで、はい、カボスとフグは俺が出したからね、両方。そうですね、だからもう、もうこれをマリンちゃんの方に。でも名字と名前は私が出しましたよ。えら、うん、い。いや、ありがとうございます。まあでもこれで1対1ですから、うん、次頑張りましょう。 To be continued.